西村経済産業大臣おはようございますご報告申し上げます私は11月15日から17日まで対応国及びシンガポール共和国に出張し APEC 閣僚会議等に出席するとともに各国閣僚等と会談を行いました最初に APEC 閣僚会議についてご報告申し上げます今回 APEC 各国地域の閣僚が4年ぶりに対面で一同に会しコロナ後の持続可能な成長に向けて APEC が果たしうる役割について幅広い議論を行うことができ、非常に有意義な会議でありました。閣僚会議では私から、ロシアのウクライナ侵略はエネルギー価格の高騰、エネルギー安全保障上の危機を世界にもたらした行為であり、断じて許容できない行為と非難した上で、大きく3点主張いたしました。第一に、エネルギー安全保障、持続可能な経済成長、気候変動対策、これらを同時に達成する現実的なエネルギートランジションが必要であり、 日本がこの地域のカーボンニュートラルの実現に向けて主導的な役割を果たしていくことを強調いたしました。第二に、アジア太平洋地域における自由で公正な経済秩序の構築に向けて、市場歪曲的な措置への対応や、公正な競争条件の確保に取り組むことの重要性を強調し、来年の WTO 閣僚会議に向けた WTO 改革の必要性を訴えました。第三に、サプライチェーンの強靭化、デジタルの活用、人材育成など、 幅広い分野で協力拡大していくことを呼びかけました。これらの点は多くの閣僚の間で共有され、閣僚共同声明にも盛り込まれたところであります。加えて、今回の出張では、シンガポールのガン貿易産業大臣、前首相である、ゴー名誉上級相、兼通貨監督庁議長、タン第二貿易産業大臣、兼人材開発大臣や、タイのスパタナポン副首相、兼エネルギー大臣ほかの関係閣僚、 アメリカ合衆国のタイ通商代表ほか、多くの閣僚レベルと媒会談等を行いました。これらの、これら倍会談においては、APEC 閣僚会議に関わる点はもとより、IPEF ・インド太平洋経済枠組み、CPTPP といった地域単位の枠組みや、デジタル経済の実現、アジアゼロエミッション共同体構想を含むエネルギートランジションなど、幅広い議論を行いました。また、この機会にタイ政府とは、 LNG における共同での上流投資や緊急時の協力、製造業のデジタル化を推進する人材の育成や活躍推進に関する協力の2つの協力文書を交わしました。さらに、日本のスタートアップと対財閥のビジネスマッチング会合に参加し、日大両国の競争の重要性、その ASEAN への拡大の必要性などについて発信いたしました。このののような今回の出張の成果をを来年議長国を務める G7 や G20、IPF などといったさまざまな機会での成功に結びつけてまいります。以上でございます。以上で報告の聴取は終わりました。これより質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。村田京子君。